僕はですね、今回はですね、なんかちょっと思考を変えまして曲を作ってきました。これは僕が高校生の頃に作った曲なんですけど、それはもうまた別なんですけど、ですね、覚えてくれてるんですよ。なんかどういう曲かっていうのを一応説明しとくと、まあなんかこう変わりがないとかこれしかないとかそう思うことってあると思うんですけど、そういう気持ちが多分いつか冷めてしまう時があると思うんですよ。で、冷めてしまった時になんというか、そうなん、その冷めてしまった後にまたそのことを思った時になんというか、またこうなんかなんというか、また情熱が戻ってくる時に後悔するような曲です。聴いてみてください。お願いします。パレットという曲です。僕らを繋いで